ただいま。今日はですね、やっぱりこれを僕は喋らせてください。上岡の師匠がですね、去年81歳で、お亡くなりになられました。本当にね、上岡さんにはですね、僕でお世話になりましてですね、1990年ぐらい、今から32、3年前ですね、それまでですね、数年間、ノックは無用というですね、大阪の関西テレビ、お昼土曜日の12時からやっていた、このノックは無用ですね。これにちょこちょこですね、東京から呼んでいただいて、東京の芸人として呼んでいただいて、で、90年ぐらいからですね、様々な番組に呼んでいただくようになったんですよ。で、僕がマラソンを始めたのは、上岡さんがきっかけです。まあ、はっきり言います。上岡さんが東京のフジテレビというところで、というところなんですね。宮崎で言ったら UMK ですね。フジテレビで、上岡龍太郎に騙されないぞという番組が始まったんですよ。その中で、マラソンは非常に楽しい。んで、感動する。んで、爽快感がある。すべてのデトックスですね。いろんなですね、ものもですね、全部浄化させてくれるよ。マラソンは素晴らしい。こんな楽しいことない。マラソンって苦しいじゃないですか。で、こんな楽しいことはない。感動するものはないとかおっしゃるから、いや、上岡龍太郎に騙されないぞというつもりで、最初ですね、オーストラリアのゴールドコーストマラソン、オーストラリアのゴールドコーストマラソンに参加させてもらったんですよ。そしたらその時にね、4時間半ぐらいですかね、最後の10キロって僕は意識がなくなって、気絶してます。最後の10キロぐらいは。ほんでなんかゴールしたらしいですわ。そのまま救急車かなんかで運ばれて、で、その翌日ですね、日本に帰らなきゃいけなかった。で、飛行機乗らなきゃいけない。タラップはですね、の階段を上がれないです。足腰が動かないです。まあ、そういう状況だった。でもなんか悔しくて、でもその中に潜在的にやっぱ感動とか達成感とかもあったんでしょうね。で、私も高校時代からずっとスポーツやってましたから、竹志軍団でもずっとやってましたから、ちょっと足腰には自信があったんですけども、それがですね、打ち砕かれたんですね。で、悔しくて悔しくて。で、そっからですね、マラソンですね、リベンジだとか言ってですね、1年間でですね、もう1年で4時間切りましたですね、サブ4になりましたけども。そっからずーっとやったんですけど、なかなかですね、タイムは伸びなくて、結局3時間5分でですね、何回かですね、サブ3、2時間台にチャレンジしたんですけども、ちょっと叶わなかったんです。もうそのきっかけをいただいたのが、上岡龍太郎さんだったんですね。もう師匠のですね、芸っていうのはもうご案内のように、立て稲意味図です。ですね、最初に口上っていうのをやるんですけども、それが素晴らしい口上ですね。2007年の、ノック先生がお亡くなりになった時の、あの時のね、弔辞ですよ。あんな感じですわ。まあ、素晴らしい芸でした。天才的でしたね。まあ、天才ですよね。そういう上岡の師匠の、まあ、芸にですね、あるいはマラソン、そしてゴルフですね、一緒にやらせていただいたのが1990年代ですわ。週に1回は必ず番組かマラソンかゴルフでご一緒させていただきました。まあ、いろんな感性をですね、勉強させていただいて、で、私が1998年に禁止になった時に風俗事件ですね、風俗行った風俗が、未成年を使っていた。僕は知らなかった。ね、別に罪に問われることはなかったんですけども、その時師匠がおっしゃったのは、東君、これはタクシー乗ってな、タクシー乗って、ドライバーさんが、運転手さんが無免許だったのと同じやで、客は知らんがな、いちいち言うか、免許持ってますかって運転手さんに確認するか、さ、先生、そんなの何の罪にもならん。で、いうようなですね、フォローしていただいた。記憶に残ってますわ。んで、まあ、上岡の師匠もですね、お母さんが、延岡、宮崎県の延岡の出身だったんですよ。まあ、なんか、いいところでのお嬢さんみたいでしたわ。で、その方が、上岡の師匠が確か10歳か十何歳ぐらいの時にお亡くなりになって、で、その時に霊媒師とか、霊能者とか、そういった方たちに関係したらしいんですわ。まあ、霊媒師とか霊能師なんかも、それなりに、まあ、理論的なこと、あるいはですね、思わせぶりなこと、あるいは期待、希望を持てること等々は言うんですけども、全然それが当たってなかったということで、師匠は霊媒師、霊能師、そういう超常現象というのを全否定されてたんですよ。
はい、まあ、それで置いといてですね。で、お母様が延岡の出身で、その話もちょくちょく伺ってました。で、1998年に僕は謹慎をしてですね、自主謹慎をして、で、師匠はもうその時には、あと2年、2000年に引退するってことをお決めになってて、お決めになってて、それで、一緒にゴルフやったんで、君謹慎やったらな、謹慎やったら僕はカリフォルニアの方に、ゴルフ留学するから、一緒に行かへんか、君だったら3年でプロになれるね。と言われて、と思ったんですけども、私はその時に、もう大学に行くことを、リカレント教育ですね、大学に行くことを決めてたので、すいません、師匠と僕はちょっと大学の道を選ばせていただきます。で、その時に、じゃあ大学で何すんねんと。大学の目標はないとあかんでと。で、だから僕は政治家、地方自治を学んで政治家を志そうと思っておりますと。で、そしたらその時、師匠が、いや、それは正しいと。政治家をやるんだったら一から勉強せなあかん、ね、横山ノックみたいになるなよって言われましてですね、ノック先生が苦労されたらしいんですよ、政界に入って相当苦労されたらしいですね。ですから東君、もし政治家を目指すんであれば一から勉強して、もう基礎ぐらいは頭に叩き込んで現場に行った方がいい、その世界に入った方がいいというアドバイスをいただきまして、それで私は大学にリカレント教育で学び直しで、行ったわけです。で、師匠はそのまま2000年にピタッとですね、お辞めになりまして、本当にレギュラー数本ぐらいあって、本当にまだまだですね、油は乗り切って58歳ぐらい、あの時に。で、僕はもうもったいないなと思ったんですけども、師匠はですね、美学があるんですね、頂点の時にみんなに惜しまれながらスパッと辞めるっていう、なんか自分なりの美学があったりです。芸能界18歳に入って40年。58歳まで、ちょうど40年っていうのを決めてたみたいで、それで2000年、僕の芸が通用するのは2000年までだ、20世紀までだ、21世紀は通用せとずっとおっしゃってましたですね。芸人さんがですね、どういうような、最後ですね、どういうような引退、するかっていうのはもうその方の価値観ですから、別に最後までですね、現役で、勤め上げるのもいいですし、それはもう芸人さんが、人気がなくなるまで、需要がなくなるまで、舞台をやってもお客さんがいなくなるまで、私は最後までやっていくんだという方も一つの哲学で、それも美学だと思います。いや、絶頂期でスパッとやめる、これもですね、美学。そういうことをされる方がちょっといなかったもんですから、巨星さんがセミリタイアってされたんですけども、あれ、スパッとやめたっていうのは、やっぱり上岡さんの美学だったのかなと思いますね。いろんなことを学ばせていただきました。本当にありがとうございました。1990年代、僕が一番忙しかった頃、笑っていいと思ったら、なんとかレギュラーが十何本、頂戴してやってた頃、フル回転の時に、上岡さんと週に1回ぐらいですね、お会いさせていただいて、いろんな教訓をですね、いただきました。ですから、あの時代があったのは、もう上岡さんのおかげと言っても過言ではないですね。で、1998年、禁止になった後も、政治家を目指して、地方自治を目指して、県知事を目指して、勉強に勤しめたのも、やっぱ首相のおかげかなという感じはしております。もちろん竹内さんはその上、僕にとってはその上なんですけども、一番最も近いところでですね、近いところで、教訓を受けたのは、訓導を受けたのは、上岡の師匠だったんじゃないかなと思います。またノック先生もですね、政治経験者だったので、そういった意味でもノック先生にもですね、アドバイスをいただきながらですね、1990年代ですね、あるいは2000年代の前半ですね、を過ごさせていただきました。本当にですね、お世話になった先輩たちがですね、ここ数年、天国に行かれ、一人行かれってですね、非常に寂しいんですけども、まあこれも時代ですよね。次は我々の時代なんでしょうから、何か人生に足跡を残して後悔のないようにですね、生きなきゃいけないな、首相みたいに燃え尽きてですね、足跡を残して、旅立つ。そういった人生というのは非常にまた教訓になりますね、勉強になりますよね、ということで今回はですね、本当に上岡の師匠ですね、私が今あるのは上岡の師匠のおかげと言っても過言ではないというですね、御礼とまた心からご冥福をお祈り申し上げますということをですね、伝えたくて、この動画をですね、発信させていただきます。天国にですね届くかな、いつか私も参りますので、またその時はよろしくどうぞお願い申し上げます。ありがとうございました。